ソルウェイ湾のチズニス側の三角州。ダンフリース南方のソルウェイ湾に注ぐソルウェイ湾は、イギリスの湾。イングランドスコットランド間の境界になっており、北は、スコットランドのダンフリーズガロウェイ、南は、イングランドのカンブリア州である。カンブリア州のホワイトヘイブンのちょうど南にある、セントビーズヘッドから、ダンフリースガロウェイの西端マルオブガロウェイまでの間に、広がる。 ソルウェイワンからマシ島は非常に近い。ワンはまたアイリッシュ海を構成している。海岸線はローランドの丘陵と小さな産地によって特色づけられている。その一部がイギリス諸島の最も風光明媚な海岸線であると広く認識されている。主な産業は漁業と農業が経済の大半を占め観光業が伸びてきている。映画ウィッカーマンではワンや 近郊のカークカドブライトの街でロケが行われた。1869年から1921年の間、三角州の上を1780メートルのソルウェイ、ジャンクション鉄道が通っていた。線路はホワイトヘブンからラナークシャーまでを走って鉄鉱石を運び、スコットランドのカレドニア鉄道が運営、出資していた。鉄道は財政的に失敗した。 鉄道が廃止された後、橋はスコットランド住民がイングランドにアルコール飲料を買いに行く時の人気のある歩道となっている。高架橋は1931年から1933年の間廃止された。水辺は一般的に穏やかである。干潟地域にしばしば流砂の危険な場所ができることを除けば知られている災害もない。外部からの観光客には 慣れたガイドの案内なしに散策するのは勧められない。イギリス国防省は、1999年に、ダンドレナンレンジの兵器試験場から、ソルウェイ湾に流出した6350発以上の劣化ウラン弾による汚染を報告している。近隣のアイリッシュ海は、近郊の原子力施設セラフィールドからによる放射能汚染を経験している。 750平方キロメートル以上の一帯が、スコットランドの国立自然保護地域となっている。他のスコットランド西岸部と違い、ソルウェイ湾は、島がほとんどない。ヘスタン島、ラフ島くらいで、ホワイトホーン島は実際は半島である。イングランドに属する、湾内の島々は、湾の外で南部にある、ファーネス諸島に近い。 h t t p w w w u f o e v i d e n c e o r g スラッ s ュ c a s e s ラッシュ cas385.htmhttp:/greetingsartlings.net The s o l ァ e ススペ r ス s Spaceman 参考文献は英語版作成の際に参考にしたものであり日本語版執筆の際には参考にしておりません ありがとうございます。